ホッケビは朝鮮半島に伝わる、精霊、妖怪。朝鮮時代以前には、具体的な姿形は、表彰されず、鬼火などの心霊的な存在として伝承された。古くは、中国の鬼神との集合、近代以降は、日本の鬼との混同が起きたとされ、地域によっても変化、または、独自に伝承されたため、性格や、能力などの特徴に相違点も多く、 特定の種族を指す概念ではなかったと考えられている。古来のトッケびに関する風習や祭祀は、ほとんどの地域で途絶えており、21世紀では、全裸道の一部とチェジュ島に残る程度である。北朝鮮においては、関陽区に用いられる程度で目立った文化的表現は、ないが、民主化後の韓国においては、大衆文化の象徴として重要視され、 行政レベルで日本や中国の影響を除した新たなキャラクター作りが模索されている。発祥した時期や地域は不明。特ケビ説話の起源を白木時代の豪華、ところ姿歌の疫信や三国維持の十日女、美敬老に求める意見も存在する。文献によると、ハングル創生直後の1447年に記された釈迦の一大記 尺仏まびらかぶしに、とあるのが書出。漢文による記録には鬼、鬼神、野叉毒皇、毒脚器、チミ、毛量、巨種、巨体、狐身などの類義語が記されているのみであり、それらを、とっけびと同一のものと見るか、ルーツと見るか、あるいは当て字に過ぎず無関係と見るかは、諸説ある。また、 チェジュ島の神話に登場するトッケビは、ソウルのホ・ジョンスンという架空の人物の息子がモデルであり、トッケビをサンササグ、三捧ぐ、霊感などの感銘で呼ぶ風習が残る。中国から伝播した一本足の鬼神の名称、毒脚器が変化したとする説があるが、多くの言語学者は固有語の、アビを、語源の一部とする説をとる。その場合、五島の、の意味については、 諸説ある。16世紀以降に、バッシオン、が、と同音になったことにより発音が、に変化し、さらにバッシオン、がオ音説、と同化して、と表記された。18世紀末から19世紀初頭に、高度化やバッシオンの脱落が起こり、が、に変化。さらに母音が、逆行同化して、に変化した。参考、国立国語院。 参考1990年代に民族学者のキム・ジョーンデが近代以降広く普及したトッケビのイメージは日本統治時代の教科書に掲載された童話、小太りじいさんに登場する日本の鬼に由来し戦後の教科書に採用され続けたため朝鮮のトッケビと混同が起きたことによるものだと主張した。さらに朝鮮民話の小太り説話が政治的に日本の 小太り、G3 と同じ内容に改ざんされた可能性を示唆し、日本の鬼の影響を排除した朝鮮固有の新しい、トッケビ像を作り上げる、必要性を訴えた。実際に、朝鮮の、小太り説話は大別すると、トッケビ型とチャンスン型に、分けられるが、解放後チャンスン型は、廃れている。1980年代から、 民話の最終に尽力した死の影響は強く、同じ文脈での研究が進み、2004年には4億ウォンの研究費を、韓国コンテンツ振興院が支援した、理科女子大学人文学研究院による、韓国固有のトッケビ復元プロジェクトも始まった。2007年には、小学国語教科書のトッケビの挿絵が、日本の鬼の影響を強く受けた姿であると問題になり、 教育認定資源部により修正された。2016年にも、小学英語教科書の挿絵のとっけびに角があることを理由に、キリスト系教育団体、良い教師運動から、日程残しを指摘されたが、出版社側が、核があるというだけで、日本の鬼と断定するのは、無理があると影響を否定したため修正はされていない。 2012年には韓国教育放送公社歴史チャンネル E が、キムの主張をもとに、日本の鬼の影響を特集して放送した。三国時代の仏教建築に見られる、十面器をトッケビのルーツとする説に対して異論がある。愛国思想による日中の影響を排除した、新しいイメージ作りには、韓国内からも批判がある。小説家の各在職は、キム・ジョンデラが、 本来の姿と主張する人型で反復をまとったトッケビは漠然とした固定観念によって二二に装飾されたものであると指摘、無根拠な説を無批判に肉付けしてきたことに意義を唱え、外来文化の影響を都合よく取捨選択する新たな伝統づくりは同様の過ちを生む方法だと批判した人文学者の再警告は 韓国の学者らが持つ日本の鬼に対するイメージは、画一的で考察が足らず、日本の多様な鬼文化や中国、朝鮮の影響を受けたイメージの変遷があることを、無視したものだと指摘、論争に見られる無分別な日程残し生産を、批判した。2010年代に、とっけびに関する研究で、京都大学博士号を取得した、人文学者の僕尾は、当治時代の、 国語特本に掲載された、小太り、じいさんは日本語で、日本の文化を学ぶための素材であり、学習者たちに、朝鮮の民話との混同は起こらないと指摘。また、朝鮮語教育用に、ハングルで書かれた、朝鮮語特本に記載された朝鮮民話、小太り説話の挿絵を比較し、般若の面のような1923年版の姿が、1933年版では、 ジェジュ神話を元にした姿に改善されるといった、日本の鬼と、トッケビの違いの描写への配慮が見られ、トッケビの凶悪なイメージへの影響は認めつつも、政治的な文化侵略の意図は認められないと、結論付けた。さらに、角や虎柄の装束など日本の鬼との共通点についても、うるせえやつらなどの戦後の日本の、出版物やアニメ作品に描かれた鬼のイメージが、 軍事政権下で日本文化が規制されていた時期に海賊版や盗作により自国の文化として認識され定着した可能性を示唆した。他にもヒンドゥー教の心臓に見られる武器やヒ柄の装束、同様に仏教美術の角のある鬼神など日本以外の影響に由来するものだとする説も根強い。ありがとうございます。